なんかクイズ番組になったんだな。ドラえもんか。ねえ、ドラえもん、ドラえもんいてほしいな。決まってんすか。え？まだすか。まだやって？あ、まだやってない。スマホで。始まります。ドラえもん。皆さん11月8日金曜日です。金曜日の夜、生配信ご覧いただきましてありがとうございます。ユナテレです。今日で16回目ということで、はい、あさってに控えました、福島ユナイテッド FC のホームゲームね、その情報をいろいろと伝えていきたいと思います。今日も NCV の福島センター、これ福島市の小山にあります、こちらから生配信でお送りしていきたいと思います。今日も、たくさんのサポーターの方にお集まりいただきました。よろしくお願いします。じゃあということで、もうチラ見してますが、今回来ていただいたのは星浩太選手と田村亮介選手です。よろしくお願いします。あれ、なんか、ちょっと拍手が。いやいや、十分です。もう十分違うんですよ。これはね、理由がありまして、今日実は、何の話をしてるかというと、空席がちらほらありましたね。でこれは実は当初私は来週の木曜日、昨日生配信すると皆さんにお伝えしていたんですけれども、それがまあちょっといろいろ諸事情がありまして、必ず、金曜日になりました。ほとんど100名近くの方が木曜日に合わせていたらしいんですが、リスケできた方々、いわゆる今日、この NCB の福島センターにお越しいただいた皆さんは生き残りです。何や生き残り、サバイバーですから、サバイバーとともにお伝えしていきたいと思います。2回目のあれですね、出演ということで、はい、ね、いやどうですか天然芝。最高っす、マジ最高。いつからだっけ天然芝になったの。1週間前ぐらいです。11月からもうね、ユナイテッドのツイッターの動画では田村さんが あれね散水してるところに誰かさんが意見言うから、そんなんしゃあないな言うて突っ込んだっていう。関西人の血が騒ぎますから ね行くな行くなは意見ですからねでもそれぐらいやっぱりこっちがどれぐらいなんですか。いや、飛び込むぐらいやっぱり天然芝は違いますかと。最高っす、マジで最高っす。でもずっともともとはその環境的にはさ、京都とかいた時はさ、まあそうですけど、それが当たり前だったわけでしょ。で福島来て食らったわけでしょ。食らったってもおかしいですけど、人工芝ってこんな感じかと。人工芝も全然違いますね、やっぱ気持ちいいっすもんね、やっぱり。そうですか、はい。星さんなんかね、いろんな福島の練習の環境を知ってるわけじゃないですか。もうあなたベテランですよ。ベテランですよ。ちょっとタムとは気持ちも違ったんじゃないですか。そうですね、泣いてたんじゃないですか、初めて練習した時。天然芝で泣きました、泣きました。近いな、これ何変な音入りますから、これマイクですから。声この辺で落ちてるからそうだね、ちっちゃいからそうなんです。よかったですか、やっぱり。よかったです。そこからじゃあ、あそこ、16沼のところに、ピッチが2面できたのかな。そこから毎日天然芝で毎日使わせてくれるみたいな。これはね、大きく福島ユナイテッド FC の環境が変わりましたんで、はい、皆さんも見学ついでにぜひ天然芝ご覧いただければと思います。さて、先週の試合なんですが、結果がどうしましたっけ。結果、田村さん、はい、結果、何かスコアが負けましたよ、1-2、うん、ちょっと硬い試合でしたね。富山さんもなんていうんですか、やっぱり上位に生き残らなきゃいけないから、そういう展開でしたけれども、笑ってるやん。ちょっと田村さん的に振り返って、いやいや、もうやらかしてますからもうしゃあないです。怒られる格好で。いや、そんなことサッカーはやっぱりいろんなことがあってサッカーじゃないですか。めちゃめちゃいじってましたよ、上でさっき。いろんなことがありましたけど、どうされたんですか。いやいや、もう受けれるかなと思ったら、きっちり3人に囲まれて、ね、結構多くね、いじめでしたよね。すみません、狙われてた感じでしたね、はい。あれご覧いただいた時は
星さんはどんな感じだったんですか。どんな感じ。ええねん、掘り返さんで。なんでコウタさんに掘り返さん。俺がみたいな。俺も思ってたわ。何もできなかった。すいません。何もできない。ただ、その後ありましたよ、同点ゴール。ちょっとそれ振り返ってもらいましょうか。いいやつ。いいやつですか。はい。いや、まあ、前の日練習してた形だったんで。ありましたね。もう、うまく決まりましたね。うまく入りました。ダゾーンのベストゴールみたいなのにもね、入りましたよね。たみたいで、田村さんの惜しいシュートもナイスセーブになってしまったという。まあ入ってないから一緒っす、うん、あれはもう。じゃあちょっと悔しくて寝れない日々が続いてる。めちゃめちゃ寝れる。そこは関係ない。めちゃめちゃ寝れる。そこはぐっすり。全然関係ない。そこはぐっすりできてる。めちゃめちゃ寝れる。今週がまあ明後日日曜日なんですけど、あさってがサヌキっすね。サヌキとの試合になりますけど、サヌキはあれだよね、あれコータはいた時 JFL の時っていうのは福島いないんだっけ。いないです。 J3 か。じゃあだいぶ久しぶりに福島にお招きする感じになるんですね。もう J3 ができてからですから。その前、あ、営業のドラさんとかが試合してた時ですか。はあ、サヌキさんとは前回、あ、負けてますねこれ。佐々木さんと負けてますよこれ。でも前回負けてるチームは勝ってますから大体。そうですね、取り返しますからね。絶対負けへん、でもうもう受けへん。受けて、もう受けて、それは受けて。もうあの時点で俺は受けずに。ちょっと下がりすぎてた。もっと前で仕事するってことでしょ、勝つから。そうそうそう、前でね。多分もうずっと前にいるってことでしょ。テントリに行きますもん。で、コートももう前の方でしょ、もうサードバックだからね。前行きますね、前の方行くってことでしょ、はい、あそこにはいないもんね。もうおらへん、もうおらへん。もういない、ね、見ないよ、あんなとこで見ない、俺を。そうだよね、そうだよね。あれ、ちなみにこう、なんていうの、やらかし率で言ったら、サッカー人生の中で何位ぐらいになるっけ。いやまあ、トップには入るでしょうね。トップの方ね、トップの、まあ、しかも記憶も浅いから。もうええやん、もう、やめよ。いや、つい思い出させるんだもん。やめよ、もう。僕はね、あの人のいいところばっかり。もう次ですから、もう気持ちは次に向けてますから。そうですよ、そうですよ。そうですよ。ちょっと言える範囲でいいんですけど、ちょっとどうですか今の胸の内は。佐々木さんに向けて。前回点取ってるんで、はい、あと3点ぐらい持ち込んだろうかなと思ってます。なるほど。ちょっとまだ複数得点ないですからね。そうですね、1試合でね、うん、それありませんから期待してますよ、田村さん。そうします、はい、前に行きます。そうですよ、はい、甲田さんは。自分もゴール狙います、また。そうですね、はい、久しぶり気持ちよかったですか。いや、気持ちよかったです、ね、今シーズン何点目だったのあれは。まだ4です。4点目10足りないじゃん。ちょっと少ないですね。ちょっとね、はい、でもよく考えるとこの間ふと思ったんだけど、コータって最初フォワード登録だったよね。そうですね、なんかどんどん下がってきました、福島に来た時ね、はい、で、今ミッドフィルダー登録だったんだね、一応試合、あのシーズン始まる前は。でもほぼサイドバックしかやってないですね。おお、で、ほとんどディフェンダーだよね、サイドバックだよね。もうサイドバックっす。でもポジションだからみんな器用に変わってんだよね。そうっすね。タムは、あれなの、もともとあの位置の選手なの。もう京都の頃からだったら、まあ、そうですね、京都の頃からはサイドですね、ほぼ。へえ。2列目、まあ一番前じゃなくて、うん、で攻撃的なミッドフィルダー、はい、好きなんだ。うん、好き。点も取れるし、好き。では前の方に入れるし、好き好き、ね、後ろ向かないし、向く時あんねんねえ、もうだからもう今回はもう複数取っていきますからね。そうそう、もう切り替えていきましょうよ。切り替えていきましょう。もうサッカーの話やめましょう。もうここで、ここでね、サッカーの話したってしょうがないんですよ。前回出演していただいたのは何月ぐらい。夏。いや、もうちょい前じゃないですか、チャーミさんと。5月、そうだね、4月、5月、6月、7月、結構早かったよね。あれから夏も過ぎて、もう今冬目の前ですけど、めちゃめちゃ寒いっすけど、朝どうすか。もう朝晩やばいね、朝やばいっすね。もう10度ないよ。ない、寒いっす、マジで。タイヤ交換した。え、もうしないといけないですか。いや、もうそろそろでしょ、来週ぐらい。いやいや、そんな、嘘、嘘つけ、そんな。いやいやいや、一発目来て、で、ちょっとまあ、そんなにスリップするほどの雪じゃないけど、雪を見かけて、うん、溶けるやつ。そう、溶けるやつだけど、でも16度は分かんないよ、うん、車で行ってんでしょ、うん、車で行きますよ、それ。
まあなんかトレーニングだったらさ、人言いづらくから走るとかさ、そろそろだと思うよ。そんな早降るんすか？っていうか、いつから降るんすか？札幌降ったからね。もう札幌でしょ、だって札幌は降ったよ。だいぶ、いや怪しいよ。今日僕ちょっとこの番組に入るの、未だかつてない20分前に入ったんですけど、それお帰り行ってきまして、大遅刻ですわ。もうギリギリだったよ。もう空がもうあの冬の空だったの、どん線。あ、これはもう来週ぐらいに一発目来るなみたいな。マジですか？はい、私の言うこと聞いてみてください。年長者の言うことはたまに耳傾けた方がいいと思います。で、あなたも結構福島にいるんだから。そうですね、もう覚えてくださいよ。早く、でもまだ降ってる記憶ないですけどね。いや怪しいって。本当ですか？怪しい、気をつけてください本当に。でもそんな中慣れましたか？あなた好きな場所とかできましたか？好きな場所ですか？はい、福島の彼女とかできましたか？どういうことですか？どんなぶち込んでくるんですか？やばい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 、それどんなぶち込んでくるんですか？たとえすげえ面白い話あっても喋らへんよ、ここでは。すげえ面白いのあっても。いや、やっぱサッカー以外のことですから。いや、意外すぎるでしょ、それは。一気にね。いや、多分一気にプライベートに踏み込みすぎじゃない。いろんなことこう話してくれるかなと思って。ここでなんか発表とか。一応分かってますよ、俺もこのなんか喋ったがあれが。あります。あ、線引きできてる。なんかお母さんから余計なこと話すなっていう。そうそう。おかんがすぐもういらんこと言うなって言うから。見てたらもうおい言うだろう。どんなお母さんなんですか？いや、もう優しいおかんっす。めちゃめちゃええ人。あ、そうですか。いつもありがとう。めちゃずる。お母さんの手料理とかも好きなんですか？お母さん手料理好きっすね。おお。親父も作るんで、うち。へえ。え、親父さん料理が好きなの？料理が好きで。あ、そうなんだ。タムもで俺も。え？めっちゃしますよ料理。タム。あ、タムもやるの？なんかそれ見て好きになっちゃって。あ、全然もう。見てね。はい。全然。毎日作ってます。え、毎日自分で作ってんの？一人分？一人分。いっぱいになっちゃう。絶対余っちゃう。いやでも一人分作ってる。たまに4人分ぐらい作る。一人分って本当に難しいじゃん。いや難しいです、量が。そう、あとなんか材料も余っちゃってさ、そういうのあんの？そう、誰か呼んだりしてないの？呼ばないですね。確かに。いや選手だよ、選手。選手ね。そう。選手。ちょっと困る。今日台本ないから怖いよ。今日の台本ない。今日ない。もう一人分一人分です。何作ってる？何作ってる、うん？いやもう野菜基本的にあれ多いんで。まあね、なんかその職業上ね。そんなもう大したもん作らないし。何ですか大したの？でもこの間なんかインスタでおもろいな思ってジャガイモをこう細く切って、はい、フライパンにあの普通に油入れてジャガイモをやってやってチーズとハムとかなんか乗せて。あれうまい。そうそう、名前何か知らないですけど、うん、で挟んでじゃん。あれうまい、ね、めちゃめちゃで、もう一回あのフライ返しでね。そうそうそう、あ、いやもうフライ返しですね。もうあ、そのままでいいの？あ、これでいけるタイプ？めちゃめちゃあれうまいね。あれうまい。あ、今度細く切るのがめんどくさいんだよね。お弁当にして持ってきて。あ、コートは料理しないの？しないですね。誰か作ってくれてるの？いや、もう外食です。ほとんど会食？でも朝晩でね、朝昼出るから、うん、夜だけっすけど。なんどこ行くの？いや、もう突然食堂？いや、行かないっす。知らないでしょ、みんな。知ってますかね？飯坂のソースカツ丼の牛を？いや、最近食べてないっす。飯坂にソースカツ丼あるんですか？うん、結構美味しいっすよ、ね。突然場所ね。なんで教えてくれないですか？美味しいよ、そこ。小上がりが2つとテーブル1個で2人。だ10人も入れないぐらいの。配達してますよね。あ、そうなんだ。それで俺食ったりしたことありますけど。やってくれるんだ。ああ、うまいよ、あそこ。いや、終わるのは7時ぐらいに。早っ、うん、食べて。え、じゃあ日立とか行ってんの？あ、日立はまあたまに行きますけど。選手と、はい。へぇね、怖いね。いや選手でしょ。選手と行きます。誰と行ってんのかな、気になっちゃうんだ、やっぱり。そうですよね。そう、行きますね。あ、外食なんですって。呼んでよ。いや、もうすぐ健太と飯食いに行くから。あ、健太とは結構できてます。結構行きます。え、でも健太はあれなんじゃないの？カカとも行くんじゃないの？カカはカカでも何、カカでも家で食ってんじゃないですか多分。カカ、 あいつもちょっとあれっすね。カカ誰と食ってんの？カカ
大丈夫かな。大丈夫でしょ。カカ大丈夫です。大丈夫？ホッタがいるから大丈夫。あ、最近ホッタ？ホッタグローバルだね、じゃあね。ホッタすごい。ユノとミンジュンとカカ。全部もう高身長な人たちが好きなんだね。ガチャガチャして。ガチャガチャ。ガチャガチャ。でも、あのさんのキーパーさんには肉好きなんだよ。カカ肉食わないんじゃないの？いや、でも。豚だけじゃん。豚だけダメなの。あ、豚がダメなの。あ、そっかそっか。いきます。あ、そうか。あ、そうなんですか。料理好き。昨日は何作ったんですか、料理、ちなみに。シチュー。あら、もう冬じゃないですか。タイヤ変えなきゃダメだって。シチュー食ってたら。シチューは冬でしょ。シチュー。だから今日も、今日も多分残りのシチューやな。シチュー？シチューご飯にかけるタイプ？あのね、一応分けて、うん、ビャー行くタイプっす。あ、カレーみたいにしては食べないですね。そうそう、一応分けて。へー、結構ゴロゴロっと野菜入れるタイプ？もうほぼ野菜っすもん。汁がないぐらい野菜もう。可愛いの作んだね。可愛い。可愛いっすか。なんかシチューって可愛くない？可愛いっすか。もしなんか女の子が作るみたいなこのイメージが、うん、シチューっていいな。いいな。チーズ濃いめとなんか普通の昔からのやつあるじゃない。どっちが好きなの？いやー、まあでもチーズ、うん、ね、チーズあんまり入れないですね。さっきはじゃがいもにはチーズ入れてたけど、うん、シチューには入れない。ちょっと追い越してきちゃうから野菜より。あ、そうね、チーズがそうね、うん、そうね。何なんだ、やめよ、シチューの話。もうええ。あ、ちょっとじゃあ農業部の話しますか。神さんっつったらもう樋口さんに続く。そうそう、おもろいですからね。もう樋口の後を継ぐのはタムしかいないみたいな、おもろい。それ今何作ってるんですか。この間こうお米収穫して、うん、次はリンゴ、リンゴで洋梨がそろそろ熟成するかなぐらいですかね。ちょっと詳しいですね。コートは全然やってないの。わかんない。ブドウはちょっとやりましたけど。もうブドウは出荷したんですか。したんですもんね。あ、もうしたんだ。終わった。それも選別は誰がやってたんですか。あれはなんかみんなで、うん、チームみんなで作って、うん、で最後は、まあ、俺らやり取って、ね、うん、巻いてみたいなやりましたけど、出荷までは。へー、じゃあブドウが終わりで。ブドウ終わりました、ね、でお米がもう収穫終わったから。あ、終わったの。終わりました、この間。全然知らないの。おとといかな。で、じゃあ乾燥して、そろそろじゃあ、そうっすね、だからそろそろ届けられるわけですね。なんやったかな、天の粒、なんやったかな。天の粒かもしれない、うん、そうそう、福島のオリジナル米。さすがだ。で、その後にリンゴが出てきて、最後は洋梨。どっちかどっちかですね、どっちが先かわかんないですけど。洋梨っぽいのかな。洋梨でリンゴかな。どうですか、今まで経験してなかったでしょ。うん、驚いたんだから、僕はあの桃の時に樋口とタムがもうほんと真剣な目でこの桃を選別して箱詰めしてそれをこうシッピングしてそこまでやってたよね。だってあれ最後貼って送る時も大和まで行ってあれしてますからね。ちゃんと伝票も伝票をもらって。それはさ、ちょっと感動したもん。それもあの嫌がる感じじゃなくてさ、これなんか楽しんでやってるわけ。面白いっすもん。面白い、俺は面白いっす。あ、そう。でもなんかほんまやったこともないし、うん、そういうのをやると余計に。へえ、今まで何が楽しかったの、その農作業の中では。農作業の中で、うん、何がやりがいがあった。いやでも結構どれも、まあ、なんか田植えだけできてないんですよ。ああ、まあでも昔してたから、あれ、はい、たまに。あ、田植えはあれで。コウタさん全然あれですけど、でも桃とか結構去年とか今年やったんで。あ、その住み分けは別にやらないってわけじゃなくて、はい、誰かが選んでるの、誰か行けみたいな。あれ、候補が選んでるの。教科かな、候補かな、ヤナさんかな。あ、じゃあ教科なのか。へえ。一番初めにでもヒグさんと俺に行きますけどね。まずね今生き生きしてるやつら、うん、その時行ける見るってまず、うん、あ、これからじゃあお米がひょっとしたら今回は間に合わないのかな、ひょっとしたら。だから次回に間に合うのかもしれないんで、
まあ、そういったところを、それでは、今週末日曜日ですね、11月10日讃岐戦がありますので、ホームゲーム情報をたっぷりと伝えていただきたいと思います。この方に登場していただきましょう。福島ユナイテッド FC のキム・コンチョンさんです。よろしくお願いします。どこにいますか。いや、背向けんな。ああ、そうか、そっちか。じゃあ、そうそう、そのホームゲームでもあのいろいろ果物やな、売ってるでしょ。売ってますよ。ジャムにしてるとか。そう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 、ジュースにしてるとか。凍て、みんな凍て。もうちょっとやんわりよ。凍て言われなくて、ゴリゴリの関西弁で凍てって言われる。ぜひとも買ってください。売ってますんでね、はい、さあ、それではキムさん、よろしくお願いします。もう11月10日ですよ。街中さっき冬タイヤ交換しろって言ってましたけれども、サポーターの皆さんは本当冬仕様でトースターにお越しください。はい、先週来られてた方も寒い寒いってもうずっと、もうここ行ってたよ。はい、僕はいやいや、あったかそうなベンチコート着てましたよ。いや、あれでも全然足りない。全然足りない。あれでダメっすか。あれでダメ。もうトースター舐めちゃダメだよ。かいかいかい、ちょっと何をイチャついとんの。見てください、この気づいてないですか。いや、気づいてたんですよ。おそろそろでしょ。コータ、コータちょっと脱いでみ。ちょっと脱いできます。何を示し合わせてきたんやって。いや、やっぱちょっと着てるかな。白ニット流行ってんのに。なんで。やっぱコータさん着てくるんやろなって思ったら、そしたら奥の方から。しかもちょっとおしゃれなお笑いコンビみたいな。はい、どうも言うて。それ、たまたま？たまたまっすよ。たまたまね。なんなら俺、これも車の中にありますから。来てこいかみたいなやつ、うん、さっき来てこよかったって。さすがに恥ずかしいやつ、それは。ちょっとそこは、まあ、今日はじゃあイチャイチャ、うん、なんかでも選手ってこと、ね、大の大人がこんな同じ格好してたら気持ち悪いですね。恥ずかしい。いや、ちょうどいい、ね。いや、でもほら、ユニフォームとかも一緒だから。普段ユニフォームはちょっと違うよ。違うよ。もうなんか、ペアルックやん、完全に。来て。来てもらっていいですか。いや、もう終わるまでこれもういいや。もうちょっと近く、もういいや。もうちょっと近く座っていい。あの、すいません、試合情報お願いします、はい、すいません、試合情報お願いしますよ。はい、今回は日東坊スペシャルマッチ。はい、日東坊さん、はい、あの煙突からのあの煙が白くなってくると冬だなって感じします。日東坊さん、はい、ガラス繊維作ってみたいですね。はい、はい、そういう、うん、いや、なん、行きましょう。行きましょう、行きましょう。さぬき戦となってます。はい、11時開門で。11時開門、はい、はい、です。まあ、日東坊さんのサッカー教室がありまして、はい、あとはプレゼントいきますか。いや、ちょっと待ってください。何ですか。福島県交通維持奨学基金募金活動がコンコースで行われます。ございます。はい、選手も参加するかもということなんで。いや、これはした方がいいんじゃない。はい、いや、もちろんでしょ、ね、これはした方がいい。知らんけど、ここに出てる選手は多分試合に出れてないかもしれないです、うん、その日は ね、 そうですね。でも一生懸命頑張るでしょ、はい、これは。こういうこと頑張らないとダメ。はい、そしてハーフタイムはタオマフブンブンがありますね。お、久しぶりですね。はい、あの基本的にハーフタイムの、 あの企画がない時に出る企画。そうですね、はい、どうしようか、とりあえずじゃあタオマフやるかっていうことで、はい、タオルもして、はい、カズさんが選ぶんですよね。はい、はい、でも大体あのカメラマンさんですね。まあ、そうですね、うん、当たった人、なんかいい笑顔の人を選んでます。ぜひご参加ください。全力で振ってみてください。はい、はい、それぐらいですね。そうですね。あとは来場者プレゼントが日東坊石株式会社様より、日東坊の新しい布巾。え、ちょっとどういうこと。大体布巾でもらえるやつは新しいんだけどさ。違うんですか。新しい布巾使った布巾ってなんかあんまり違うんす。ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。え、ちゃうねん、聞け聞け。そりゃ新しいやろ。誰が使い古しのもらえるねん。いらなくない。2、3回使った基盤のやつとか渡されへんでしょ、普通に。これで泥拭いてみたいな。製品名で新しい布巾。そういうことね。はい、新しなったんすよ。お日様で自然殺菌。あ、そういう、そういう、なるほど。技術力が新しい。そりゃそうやん。言い方、言い方だよ。どういうこと。違う違う違う、解釈の仕方よ。え、いや、新しい布巾、そりゃ当然だろうと思いました。いや、そりゃ当然。そんなケチじゃねえわ、日東坊。工場で使ったやつだと思いました。しょうがないな。次、次お願いします。はい、はい、福島ユナイテッド FC 農業部より、はい、ユナイテッドのお米、お天の粒、お一名様に。一人だけ？一
一人だけかいって俺森さんは思って 思ったよ。一人だけだって作ってんでしょ。一人っす。ちゃうねん。新米買うてほしい。買うてほしいんですよ。なるほどね。それらはやっぱり。なるほど。2キロを1名様に。1人。はい。プレゼントします。2キロか。2キロ。2キロだってね。2キロって結構多いですか。いや、一人暮らしだと僕の場合は2キロで3ヶ月ぐらい。結構持つね。持たへん持たへん。そんなに家でやらないから食べないから。多分1ヶ月ぐらいでしょ。いや、そういう時は毎日食べる人参考にして言わ。いや、そうです。毎日食べる人だったら定期に食べる人の4人家族なんか2週間も持たないですよね。10日ぐらいですか。お子さんいたらだって。いやいや、もっとすぐなくなるって2キロ。俺なんか5キロでも1ヶ月ぐらい、ね、そう。パンでもパン美味しいとか思ってるの。言うたれ言うたれ、ね、お母さんに。最近僕はナンちょっとパンがいい。ナンにハマってます。ナン。ナン、うん、それは別にいい。え、どこのカレー屋さん。スルタン。え、スルタンに。あ、スルタンってどこだっけ。この道を、そこの道を、うん、まずいで山田電機の近くのガソリンスタン。あ、はい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 、取材した。うん、おいしいですね。チーズナンとかもあるね。絶対米の話だから、米。ナン一杯おかわり無料なんで。おー、あ、確かにランチとかね、そうだよね。いいっすね。だから、宣伝してんじゃないっつうの。ぜひ行ってみよう。昼間行ったら僕が一人で食べてるかもしれません。確かに、言いやすいんだ。いややな、それちょっときつい。はい、お米ということは、これは新米が出来上がったってことなんだよ。ですね。ね、去年のお米じゃないもんね。うん、はい、さすがに去年のお米ですね。はい、はい、じゃあユナイテッド農業部、あ、それには特に書いてない。はい、リンゴジュースとか売ってます。はい、明るいな、はい、ちょっともうちょっと押してもらっていいですか、そこ。リンゴジュース売ってます。はい、リンゴジュースは本当美味しいですよね。マジうまい。え、何が美味しくないの。いや、そういうのないじゃん。ほんま性格に曲がってるわ、ほんま。全部美味しいけどっていうのが新しい時計なんだよ。リンゴジュースはっつったら、わって言うからさ、アラを探してくるっていうか、こういう大人にはほんまなりたくないわ。どれも愛情込めて作っとるわ、こっちは。全部美味しいけど、僕は特にっていうことですよ。そういう言い方してください。ドラさんの一押しってことです。ジャムもある。まだジャムもある。あるかな。ジャムもあるよ。紅茶とかもね、おしゃれな。包丁を作ってないでしょ。それは違うとこつけ。それは違うよ。はい、あれ完全に紛れて宣伝しちゃうので。そうだよね。そうだよね。はい、さあそして、はい、はい、まあ、ブース、いろんなブース出てますが、はい、小林グループさんのブースが新しく出てます、はい、無料縁日コーナー。お、これは嬉しい。水ヨーヨーとか輪投げとか。水ヨーヨーは若干あれじゃない、季節感濃いやつですね。うん、夏やな。確かにちょっとまあだから逆に夏の思い出と重ねてあったかくなるかもしれないね。逆にいいんじゃないですか。小林グループっていうのは多分川又だったと思いますからね、はい、サッカー教室が小林グループさん、はい、なるほど、はい、輪投げもあるよ。輪投げ、輪投げやってみたいよね。ほんとあのしっかり目を外してくれるんでね。ね、そしてさらに、そしてさらに、はい、ポーラさんのハンドマッサージブース。え、あれ今言ったの。あれ豚汁。あ、そうだ、大事な、一番大事なこと。大事でしょ、豚汁。豚汁、俺も食いたい。無料配布だった豚汁。試合前にじゃあちょっと行こうかな、ちょっと定食で行こうかな。ブース寄っていただいて、の無料ですよ。めっちゃええやん。豚汁嬉しいね。だから水ヨーヨーでちょっと体を冷やしてからの豚汁で温めるという。あれ水ヨーヨー投げちゃダメですよ、人に向かって。絶対あかんで。絶対あかんで。うん、やるな、やるなは。やるな。やるな。っていうことは振りじゃないですよ。本当に水ヨーヨーはね、人に向けて投げちゃダメ。ね。絶対あかんで。カズさんに向けてだったらダメ。ダメダメダメ。傷つくんだから。傷つくのよ、僕も。こう見えて。ね。いや、散々傷ついてきたからもう大丈夫です。そう、人は傷つけちゃダメ。さあ、そして。そして、はい、はい、薬剤師ブースさんが出ます。お、これ久しぶりですね。はい、はい、簡単な健康測定もやってます、ね。うん、ちょっと血取るんですか、あれ。取りますね。なんかね、あ、お願いしてる。でも先っちょだけでしょ、うん、そうですね。あれ痛くないんですか。全然痛くない。全然痛くない。ちょっとは痛い。やっぱ人によるんですね、その痛みはね。痛点って 人によって違うから、ね、でもやっぱりたまにチェックした方がいいですよね。うん、この間僕もあのインフルエンザです。予防接種しました。早いですね。いや、それはもう早め早めするな。インフルエンザって意外と内科とかだけじゃなくて、いろんな科で受けれる。あ、どこだっていいんですよ、ワクチンがある。なんか受けれるんですよね。泌、はい、尿器科とかでも受けれる。あ、そうなの。へぇー、泌尿器科行ってんの。
いや、言ってないですよ。違う違う。たまたま出てきたのがその蚊だったっていうだけです。あ、そう。なんか本当にいろんな、肛門蚊とか、そういうところの。もうなんか、カットだ。今のところ、カットだ。阪神のところ、すごい通ってない？ちゃうちゃうちゃう。たまたまテレビで、そういうところが出てきてたんで、覚えてただけです。はい。2、3日前のテレビちゃうんですか、それ。そうそうそう。すぐ情報。情報をすぐ出すやん。すぐ使う。たまたま出たから、インフルエンザ、インフルエンザの予防接種はしてませんが、はい、健康診断、健康測定を行ってます。はい、はい、続いてポーラさんのハンドマッサージブース、はい、あります。これ綺麗なお姉さんの方がね、ええなもうこれまた試合前に行ってきた、行ってこうかな、綺麗なお姉さん。男性はやってないんだ、やっぱり男性はやってないんですか。男性はやってないですか、ハンドマッサージやってない。え、どういうこと、女性だけなの。そうです、女性限定とは書いてないけど、うん、専用のハンドクリーム。行きにくいですよね、ダンス。まあ、カツラ被っていけばなんとか。いや、カツラでもね、クオリティ高くてもね、結構バレちゃうと思う。いやいや、結構バレるじゃない。バレる。確実にバレる。確実にバレるから。はい、こちら。はい。はい。グッズ情報ですね。グッズ行きましょう、グッズ。はい。じゃあまず、こちらの。はい。出ました、久しぶりですね。リボンマグネット。リボンマグネットです。はい、冷蔵庫に貼ってください。冷蔵庫です。え、こういうのって大体車に貼るんじゃない。車についてる。ちょっと今日疲れてますね、やっぱり。なんか南会津の方行ってきたり。全然泥だらけですけど、ちょっと、全然疲れてない。あんまり冷蔵庫に貼らんやの。車は大体冷蔵庫、ね、こんな大体冷蔵庫で。冷蔵庫貼っててどうするんですか、それ。冷蔵庫貼るのは水道のあれね、ポストにいっぱいあったんだ、あれ。はい、いっぱい置いてあるんだから、あれ。ほんと、キンニンマンなんかがこういうの、怒って叩きつけてるやん。どんだけ恨み持ってるんですか。久しぶりです、久しぶりです、久しぶりです。いや、でもこれ貼ってあると、あ、仲間だなと思います。ぜひ、ぜひ。さあ、これおいくらだと思いますか、田村さん。当てたらもらえるらしい。はい、欲しいな。欲しい。じゃあ貼りますから、私、田村さんの車に。あ、大丈夫です。はい、その大丈夫は大丈夫は OK です。ぜひやってくださいってことですよね。いくらや、580円。580円、全然そんなの無理です。1000円。全然買えません。全然無理です。8500円。それ行きすぎや。ほんま ?1800 円です。1000、うん、税込みで1980円です。安い !8500 円くらえたら。ね。580円、はい。どこ、ここがそれぐらいの原価かかるのかね。裏の方はちょっとここの隙間、見えないところにね、うん、技術が詰まってます。あと魂こもってます。はい、掘り返さんでよかったさあ続いては、はい、ちょっとね、千万はい、出ました。来年は皆さん2020年です。はい、ということでこれは何でしょうか。来年のカレンダーですね。カレンダーです。今季節からあんまり中は見せないように。ああ、なるほど、はい、なるほど、なるほど。皆さん買っていただいて、なるほど、なるほど、見ていただいて。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、1月に田村くんが控えてるってことだけ。いや、言うてるやん。はい、それはいいね。面白い顔で控えてます。誰が面白い顔や。いや、そんなことないと思いますよ。ああ、もうかなり面白いですね。まあ、素で面白いですからね。誰が素で面白いや。そうです、ね、頑張ってる方やろ、これ。頑張ってる。さっき幸恵の写真を見てめちゃくちゃディスってました。いや、ちゃう、折れちゃうやん。え、怖っ。俺、田村さんもちょっと顎が、誰が顎出てる。ちょっと、ね、顎折れとんねん、一回。ちょっと、惜しい。顎折れとんねん。はい、カレンダー発売になります。はい、今週、今節から。はい、はい、おいくらでしょうか。いくらだ、コウタ。それですか。はい、3500円。3500円。さあ、おいくらですか。1200円です。安い。1200円です。さあ、急に安い。これの方が高いの。そう、こっちの方が高いんですよ。え、そうなんです。あんまり言うと、このあんまり言うとね、本当怒られるんだって。本当にマキちゃんに。マキちゃんごめん、カレンダーの方がいいかも。 J リーグさんの方に怒られるんで。 J リーグに、はい、J リーグさんに。 J リーグか。だったらもうちょっとやっぱ1000円ぐらいにしてもらいたくない、それに関しては。僕は何も言いません。で、今、聞こえてきました、サポートさん。そのまま声拾いましたよ。これね、ゆきえの写真選ぶのが大変だったんですよ。なんで。もうどの写真見てもこれちょっと使えないなっていうのばっかりだったんで。これは誰が選ぶの。基本的に僕が写真
担当してましたよ、カレンダーデザインとかはあのデザイン会社の人がこういうのどうですかっていうので持ってきてくれるんですけど、まあ、この写真使おうかなみたいなのは僕結構選んでるんですけど、雪絵がまあ大変え、何雪絵いないところ、雪絵でもう 何回夜鍋したかも本当に あいつほら試合前何も考えてないから、うん、雪絵は、まあ、普通の時でさえあんな面白い顔してるのに試合中なんかもっと面白い顔してるいやいやいや、そんなことありませんよ。少しでもかっこいい写真を、はい、と思って、はい、こちら壁掛けタイプのカレンダー1200円、これは税込み、税込みです、はい、税込み価格になります。はい、はい、ということでね、何をこしょ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 しゃべってんの、もうペアルックやめてください、もう2人じゃあ坂さんね、あのエンジン組む時めっちゃつかむんすよ横ねあ、ここねちょっとやめてって思う。そうそうそう、あれどこ掴んでるの、ユニフォームを掴んでる、ユニフォームを掴んでるんですけど、もし裸やったらどうなるんですかね皮膚ね、皮膚ピャーやられるんですかね。裸で原人組んでたらそれもそれで問題やいやいや、あのロッカールームとかでもそうなんですよ俺横やね、いつももうギューンなるから。確かにたまに裸の時とかあるな。今度やってみよう。力入ってるな、サバさん。はい、じゃあ行きましょう。はい、それで終わりですか。そうですね、はい、大体皆さん、あったかくしてお越しください。ほんと、とにかくあったかくして、あのファーストレイヤーとかもう着た方がいいです、絶対。あのね、薄手の、なんだろう、ファーストレイヤーって何じゃあ、あなたたちこそ着てるでしょ、ファーストレイヤー的な。何ですか、ファーストレイヤー。え、あの、あれですよ、あの、なんて言いましたっけ、あの、ほらユニクロのヒートテック、ヒートテック的な、はい、何ファーストレイヤーどの時代よあるんですよ、もう令和ですよどの時代よ。レイヤーですから、令和じゃないですから何なんだ、それ。すいません、あったかいですから。厳しいな。なんか疲れてるオーラ出してるから。疲れてる。疲れてるオーラ。上ではあんな元気にね。ツイッター来てます。ツイッター、タムタムに質問です。この間の稲刈りでコンバイン運転しましたが、乗り心地はどうだったんですか。運転したんですか。運転しました。なんか、あの、お父さんみたいな人にやってもらったんですけど、うん、最初なんか持ってたらすごい上から手持たれて恋が始まるやつじゃん恋が始まるやつじゃんみたいな始まるかこれぐらいの感じでこうやねん、ああやねん言うてめっちゃ俺手持たれてドキドキしてたよもうおーすごいなーこいつそれはちょっと違う乗り物じゃん。どうする、これからもその方このテレビ番組に、いやもうほんまに行かれへんやん。いや行かれるよマジでほんとね、はい、なったということです。でも難しいっすやっぱりあの折り返しはなかなか難しくない。折り返しとかは難しいっす、だからもうしてないっす。まっすぐだけ、まっすぐだけではなんかレバーであの刈るところが上がったり下がったりして、へで左右でもう動く、横に動くみたいな。いい角度でやらへんかったら土までガコーいってまうし。それ結構あれじゃない、オールドスクールなマシンだったんじゃない。いや普通のめっちゃ新しいやつだった。あ、そうなんだ。へえ。AI とかでやってくれるのかなと思って、うん、ね、なんか加減。僕稲アレルギーなんで絶対行きたくないですよめちゃくちゃアレルギー。そういう方、そういう方たくさんいるみたいですねくしゃみとか止まんなくなるんで。コータ選手に質問です。コータ、テル君、朝日君の人大 OB3 人でご飯に行ったりはしますか。行かないです。行ってない、行ってないです。行ってない。行ってない。嫌いな人がいるんですかね。いや、そういうわけじゃないですけどね。そういうわけじゃないです。なんかあんまり一番上？一番上なんですよ。一番上がこれですよ。そう。朝日はすげえ行ってきますけどね。行きましょう。行きましょう、行きましょう。で、なんてことは？いや、行こう行こう。めちゃめちゃ薄っぺらい。行こう行こう。だいたいそう2回言うときって薄っぺらいですね返事もはいはいっていうのとか、あのあと福島ね、これ方言じゃないんだけど行けたら行くってのは絶対来ない、まあ、だいたいそうですね。あ、行けたら行くね、行けたら絶対来ない、来た人見たことない、うん、さあそれではまだまだ行ってないみたいです。これから今シーズン行きますか。行こうと思います。はい、はい、軽いな軽い絶対行かん。これは2人ですかね。今年の印象に残っている喜怒哀楽はどんなことでしょうか。ありますか、印象の。愛から行こうか。その話はもう、前段でしましたから。あ、しました、しましたんでね、先週の、童話頑張せんかな。あ、ちょっとあれはな、なんかあったっけ。いや、あのボッコボコにやられました。あ、そういうことね、
愛はありました。木は喜び。喜び。はい。うん、でも勝った時じゃないですか。いや、だからふわっとしてるわ。まあ俺はあれかな、あの会津の時のゴールの中で喜んでた。なるほどね。ありました。あんなことはやったことない。ありました、ありましたね。喜怒哀楽、楽、楽しい。それ米沢の車の中でしょ。あ、3人で行くんですけど、タムとコムと、うん、その車の中は結構最高に楽しい。じゃあさ、コウタさんがもうめちゃめちゃ笑ってくれるから、これあのユナフェスでも多分言ったんですけど、でもコム君と俺が調子乗っちゃって、もうボケ倒したりしないし、もうずっと笑ってくれるから。練習前に疲れちゃう、もう朝からね、すごいっすよね、温度が。朝のテンションでね。俺らだけめっちゃ元気やんな。え、じゃあちょっとこれからあんまり米沢にね。そうなんですよ。だからちょっと悲しい。そろそろあの16沼やけど、ちょっと遠回りしていこうかみたいな話になります。ちょっと米沢に。3人ちょっと時間かけていこう。30分くらいかけていこうかとか言って。喜怒哀楽でございます。2人に質問です。左サイドの2人はお互いのプレーでリスペクトしているところはありますか？田村先生は農業楽しいですか？これも楽しい。リスペクトしてるお互いのいいところちょっと言ってください。大体ロングボールとか来る前にコウタさんって呼ぶんですよ。ほなはーいって言ってくれるんですよ、ちゃんと。だからそこで、あ、もうちゃんと分かってくれてんねんなっていう、もう喋らんでも多分あれっす、ね、今もうできてるっす、うん、あ、今こっちボール来たらいいなっていうタイミングをちょっとなんか目合わせて、今だよなみたいな言うがあります。結構もうそんな感じっす今。え、試合中もさん付けなの多分って。どう、いろいろっすね。コウタって呼ぶ時もあるし、プレー中はまあコウタですね。そうっすね。あ、切れてる時はコウタさんとか言ってきますけど、ボール来るね言うて、あれ裏のボールとか言って、こういう意味です。じゃあコウタさんから見たタムはどんな感じですか、リスペクトすると。リスペクト、でもまあ、リスペクトなくても大丈夫ですけど。ありがとうございます。してえな、なんすかね。で、前の意識強いじゃないですか。だから、はい、ゴールに直結するプレーが多いんで、あそこはすごいいいとこだと思うんで、後ろから見てて頼もしいです、それは。23番が、はい、やってくれって感じです。やってくれってということだそうです。甲田選手、質問が来てます。福島での生活も長くなりましたが、行ってみて楽しかった場所とかありますか？スタバは言わないでね。全然行かないからな。もう5年いるのに全然知らないですよ。逆にちょっと教えてほしいです、ほんと。なんか行くとこが限られてきちゃって。限られてっていうのはこの外的要因な気がするけど、 あなたが行ってないだけ。行ってないだけっすね。マジで行ってない。わかんないですよね。でもだって大体あそここうやね、こうなんですよねって聞いたら、あ、そうなのって書いてあるってなっちゃうから。で、今ほら福島紅葉をね、まだまだ楽しめますけど、紅葉とかは。あ、紅葉でもちょっと見ました。どこで。アズマン？スカイライン。ああ、はい、はい、ちょっと行ってみました。でも綺麗でした。それは最初に思い浮かばなかったんだね、行ってたんですけど。すみません、それは。でもちょいちょい行けます、じゃあ。そういうの、じゃあ、はい、行ってます。そういうはい。ああ、イチョウじゃないですか。ああ、とかね、花見山も行きましたね、桜の時期とかに。大体桜の時期ですね、あそこ。はい、ね、そうですね。人がにぎわってて、結構、じゃあおじいちゃんのおばあちゃんみたいな感じじゃないですか。花を持てるみたいな。ゆっくりすること好きなんで、結構。あ、なるほど、リラックスできて、はい、そういうの好きですね。行きました、スカイライン。行きましたよ。あ、行ったんだ。俺一人で行きますから。へえ、どうだった。夜に星も見に行ったことあるんですよ。バリ寒い、バリ怖い。しゃべりちゃ怖い。車にひっついて、後ろもう星見えへん。でも流れ星めっちゃ見えましたね、あそこ。あ、綺麗だよね。あそこは綺麗だよ、本当にね。怖い。花をめでるのが好きです。何それ。お二人にとって樋口選手はどういう存在ですか。タムタムにとっては一部の噂では射程という話もあります。だ、どういうことですか。いや、まあ農業の、うん、射程って書いてあるの。はい。へえ。そうなんですね。あ、いた。樋口さんですね。家か。静電気パチ言うていたとか言うてる場合かよ。聞きました。聞こえたけどパチって。さあ、
さあ、どうですか？だからずるいんすよ、あの人ね、うん、あんな感じじゃないですか、見た目ね、あんな感じで静かな感じやと思って喋ったら、はいはい、おもろいやんみたいな、あのギャップ、腹立つわ。ずるいんすよ、だからああいうのはヒグはちょっとずるいよね、確かにね、うん、あの感じでめっちゃ優しいから、ね、そうそうそう、めちゃくちゃ優しいですよ。でもさっき上でマイボール取られたのは樋口のせい言ってる、それはいいけどちゃうねん、樋口また振り返しちゃう、そう、樋口がちゃんと あそこで受けへんから、俺が悪い、俺言ってましたよ、うん、俺が悪い、さんざん言ってたけど、言ったことない、言ったことない、さんざん樋口のせいって言ってました。いや、樋口も反省してんじゃないですか。言ったことないです、めっちゃ前行くもんって言ってました、言ったことない、樋口があの前が好きですからね、あの人もね。樋口さんとは飯食いったりするんですか？家とか行きます、たまに。へぇ、振る舞ってくれるんで、樋口。あ、そうなんだ。料理得意になって。え、樋口が？樋口がもうやってくれます。へぇ、あいつ発信のバーベキューとかもあるんだよね。うん、なんか意外と寂しがり合う、好き、そういうの、うん、結構カマチョなんだよ、うん、カマチョ、カマチョです。カマチョなんだ。カマチョ。すごい。カマチョなんか俺人生で使った時ない。やっぱ違うな、あの足首にあんなキラキラしたんです。これはちょっとキラキラしたんです。もらいもんもらいもん。という感じの存在です。はい。田村選手に聞きたいことがあります。最近のマイブーム、マイブームありますか？大丈夫、聞かれてる。寝てた。はい、マイブーム。はい。マイブーム、シチュー、シチュー、シチュー、メシやん。あ、でもまあ、メシ作ることはずっと趣味やもん、趣味っていうあれやもんな。ちょっと待って、今日はさ、やっぱみんな来て、あの、来れなかったから、ツイッターの質問すごい多いな。濃い何がシチューが？いや、なんでやる、マイブームありますか？濃い字が違う、スティーの方やから。あ、濃い字の方じゃないですか。あれ、分量が多い。そうそう、今回のシチュー濃かったんかなと思って。ちょっと濃いめに作った。あ、水少ない。ちょっと牛乳少ない。野菜たっぷりだったね。そうそうそう、ほぼ野菜汁ない。ありますか？料理とかも。マイブーム、はい、まあ、ブームか。移動のバスの席はいつも決まった位置ですか？または何をしていましたという質問。さっきの質問した人に謝ってくれ。その回探してみます。すみませんでした。移動のバスの席はいつも決まってますか？2人は決まってます。決まってます。大体大体決まってる。前後ろっす。気持ち悪い。前後ろチャミタクトス。斜めに座って。樋口。大体。樋口。二人で座る必要ないぐらいのバランス。大丈夫です。ああ。でもコウタさんほんまにすぐ寝るんすよ。うん。バス寝ちゃう。ちょっと寝てどうで。遠くから帰ってきて、まあ飯坂インター降りてもう事務所着くなーっていう、その飯坂インター一回起きてまた寝ますからね。まあまあちょっとかかるからね、うん、ちょっとそっからね、いや、すぐ寝る、もう来て、準備して、降りる。目標にしてる選手はいますか？2人に質問です。目標さ、はい、好きな選手とかじゃない？好きな選手でも構わないと思います。でも昔は普通にロナウジーニョとかめっちゃ見てました。ロナウジーニョ YouTube とか、ね、顔似てるしな。似てないでしょ、どこが似てるんですか？そんな歯出てない。やってみこれ。そっくりそっくりじゃないでしょ。どこがロナウジーニョ、よかったよね。バルさんとキレッキレだったよね。さあ、タムさん、目標にしてる選手。目標にしてる選手、はい、サッカー見る？見ますよ。いらっしゃいますか？まあ、ジダンが好きです。ジダンね、やっぱヘッドバットっていうのは印象的でしたね。もうちょっと違うのは、やっぱ闘争心あふれる男は違うなと思いましたよ。好きなちゃんと歌えるちゃんとはありますか？という質問も来てます。でもあれ、そうですね、なんや、アップの時とか結構選手のやつとか、うん、歌いながら俺やってましたけどね、たまに。へぇ、誰の？結構みんな、あれ、誰でも。タクト君のやつとか面白いですね。タクト君どんなのでしたっけ？あの、X ジャパンのやつ。あ、はいはいはい。あ、それちょっとじゃあアップの時ちょっと口ずさみながら。うん、ちょっと口ずさみ。あ、やっぱりこう届いてるってことですね、しっかりね、選手にね。そうそう、結構多分パフォーしてる、うん、ずっと歌ってますよね、撮ってる。俺たちの、それはダメだ。
なるほどね。そうそう、ちゃんと聞いてます、はい、歌ってますんで、また、寒いんですがぜひ大きな声でよろしくお願いいたします。さあということでこれぐらいかな。ツイッターに来た質問は今日はまだちょっとたくさん来ているんですが申し訳ありません、ちょっと時間の都合で、はい、そうでしょ、いいお時間でしょ、うん、じゃあ2人ねやっぱりこれを書いていただかないと、やっぱりいつも、ね、あ、やべ、ペン1本しかないんちゃいます。あります。何書いてもらった方がいいですかね。もうあれ残り試合もほんと少ないですからね。アウェーも入れたら4試合じゃないですか。これをもう福島ね。チャミさん見てません。車買う。もうないですよ。あと5試合あります。5試合ですね。すいません、こっちに夢中になって。福島3試合です。ホームゲーム3試合ありますから残りもう5試合、うん。もう何でも好きなこと書いてください。今の気持ちを。12月8日最終戦ですよ。あれじゃない、フィリピンパブ行きたい。絶対ね。ここに電話番号ですか。え、違う。コートの電話番号。違う。実家の番号。実家の親に怒られちゃう。タムがなんかね、パブに行きたいっていう。何にも言ってないやん。うん、俺ちゃうやんそれね、さぬき。そして11月17日は鳥取戦アウェーです。そんぐらいで11月24日は八戸、これホームゲーム。そして熊本があります、12月1日。そして最終戦は群馬の、これはあれだろうね、すっごい来るだろうね。いや来ると思いますよ、昇格も多分。群馬シャレにならんぐらい来るだろうね、はい、サポーターさんも来るだろうね。はい、去年は開幕戦か。開幕戦ですよ。で今回は最終戦。最終戦、うん、日程組んでなんかすごいね。今回の J1 の日程も見てもね。そうですね、驚くよね。ベルマーレも頑張ってください。はい、応援してます、福島の力。はよしてもらっていい。やってさっきやってください、うん、じゃあ高田さんお願いします。はいな、それ読んでください。残り全勝。残り全勝書いたからにはできなかったとき、はい、いや、そういうの、分け目を逆にしますあと、ユージと交代します喜んじゃう、喜んじゃう、みんなバレないように、みんな喜んじゃう、バレないように。ちょっと、1回ぐらいちょっと変わっててもなんかバレなそうだけどね。わかるよ、わかるから、わかる、分かってほしい。俺識別するのに結構かかったもんね。いや、さ、2人が並んでる頃は俺は分かったけど、今はちょっと分かんないな。別々に、ね、しれっとだからほんまに変わってた。しれっとなってたら多分かん、ちょっと太ったかなとか思うぐらいじゃない。いや、あんま変わんないけどね、多分。どまだ分かんないですか。まだ？作文じゃないんですよ。もうお母ちゃんへのメッセージとか書いてないやんなちょっと母の日とかちゃんとプレゼント送ったんですか、タムさん。なんか、いや、送ってないですね。お兄ちゃんが送ったかな人任せやな。数って出ちゃうかね。ちゃうね、多分。どうやって書くのあれ。力じゃない、人、うん、ああ高卒、高卒それいつもこだわるよね一応大学出てる。 あなただって何、法学部出てる。この間もちょうどそういう話になったんですけど、はい、あなた入試の時、あ、今じゃないタイミング。風は引き汚い、はい、朝は寒すぎやけど頑張るぜーって言って勝ちますせ、ハート。勝ちましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。田村です。以上、田村です。風邪ひかないでください。今日あれやな、獅子舞かぶって出てきた。いや、ほんまやで、キャー今なんかぜひ、11月の10日です。あさって日曜日午後1時キックオフです。開門は11時になります。2時間前です。ぜひお越しください。はい、カレンダーちょっと来年の雰囲気もあるかもしれません。まあしつこいようですが、本当に引くぐらいの暖かい格好でお越しいただければと思いますはい、これは勝ちますよね。複数得点、郷田さん、はい、お願いします。はい、はい、
ということで今回は、星光太選手、田村亮介選手にお越しいただきました。ありがとうございました。そしてご覧いただいた皆さんもありがとうございました。じゃあ最後手を振ってお別れしましょう。ありがとうございました。日曜日待ってます。